位置するし東三河地方に位置し東側で豊橋市と接している太平洋に面する厚み半島の大部分を占めている平安時代中期頃に熊の主原者たちが当地に流入し紀の国の地名にちなんで集落の名を付けたものという地名の古地は和歌山県東室郡串本町にあり近在する蔵王山も同様の由来を持つ 田原という地名自体の原は丘陵地の樹木の育たない土地を指すという。座王山頂から望む田原市街地田原市、中心部周辺の空中写真。1983年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。田原市は厚見半島の大部分を占める。 自治体である。厚み半島は、東西 50km、南北5から 8km と東西に長く、標高200から3 0 0ルの山地界、鉱石台地、中石低地からなる。全体的に、鉱石台地である、太平洋側が高く、三河湾に向かって徐々に低くなる。厚み半島の南西端には、イラゴ岬がある。 厚見半島の北側は、三河湾の厚見湾に面しており、厚見湾には、田原市街地北東の田原湾と福江市街地北の、福江湾という市湾がある。厚見半島の南側は、太平洋に面しており、日出の関門から、静岡県、浜松市まで、約50キロメートルにわたって、片浜十三里と呼ばれる砂浜海岸が続いている。片浜十三里は、 イラゴ岬に近い小石ヶ浜や赤羽市街地の赤羽海岸などに細分化される。厚見半島の南西はイラゴ水道を挟んで島半島がある。イラゴ岬の沖には三島幸夫の小説、潮騒で有名な上島があり、上島にはイラゴ港より定期船が運航されている。上島までは鳥羽港からよりもイラゴ港からの方が若干近い。 山地厚み半島に約7ある山地海は、赤石山脈や、弓張山地から続く、秩父隊の一部である。弓張山地に近い東側から順に、田原市街地北側の座オ山、さん、田原市街地西側のキヌガサさ赤羽市街地西側の大山、イラゴ岬東側の宮山、イラゴ岬の古山などがある。秩父隊は、上島や東志島に続き、さらには、 キー山地へと続いている。河川田原市街地を流れる塩川や、福江市街地を流れる目目田川は、標高5メートル以下の中積低地を形成している。太平洋岸には、高い海食崖が,けが連続していることから、厚見半島に降った雨水の大半は、三河湾に向かって北に流れる。このため太平洋岸には、赤羽市街地を流れる池尻川流域以外には、 中石定地が見られない。古城海岸厚見半島の先端から三河湾側には西山砂丘があり、その先の福江湾にはさすが発達している。田原市北東部には塩川干潟があり、渡り鳥の飛来地となっている。塩川干潟の先は埋め立て地であり、豊田自動車等が創業する工業用地となっている。田原市の地域は、 三河湾国定公園や厚み、半島県立自然公園に指定されている。当初田原市の風力発電施設太平洋を流れる黒潮の影響を受けるため、厚み半島は年間を通じて温暖な海洋性気候であり、年平均気温は摂氏16.9度である。イラゴ特別地域観測所の年間降水量は1603ミ、mm、リメートルであり、 周辺地域と比較するとやや少ないため、豊川用水の通水以前は、慢性的な滑水が農業などに大きな影響を与えた。降雪に数は東海日以内の年が多く、積雪を記録することはほとんどない。太平洋に突き出した半島にあるため日照時間が比較的長い。このことは、田原市で伝承菊の栽培が盛んなこととも関係している。 厚み半島は風が強いという特徴があり、月ごとの平均風速は年間を通じて3メートルを超えている。特に冬季は北西の伊吹山方面から季節風が吹き、気温の割に体感温度は低い。かつてはこの強風を利用して干した大根が冬の風物詩であった。2004年以降にはこの強風を利用するために、 西端部の西の浜や北東端部の臨海工業地帯などに風力発電施設が建設されている。地名拡張ともに田原市への合併と同時に町名が設置されている。吉子海塚伊良子東大寺が要後復元された田原城の桜門と二の丸櫓田原市域には縄文時代には人々が住んでいたことが知られ、縄文番記の遺跡吉子海塚。 伊川塚伊塚からは多数の人骨が出土している。11世紀末から13世紀には、養業が栄えた。後世、厚見明と呼ばれることとなった陶器は、現在、平泉など各所で発掘されている。厚見明の鎌跡であったダイアラココ用跡や、とどと置鎌跡などは、国の史跡に指定されている。また、12世紀末の東大寺再建の際には、 建築物の屋根瓦の調達元となった。ただし、厚見半島の陶器生産は14世紀ににわかに途絶えてしまっており、その原因も諸説あるものの不明である。田原市の神戸地区は伊勢神宮松園であった。市の中心部である田原は、戦国時代には、戸田市江戸時代には、三宅市の城下町として栄えた。 三宅市の田原藩は1万2000国の商藩ながら、不代大名、白持ちの価格であり、最高裁判所のある東京の三宅坂は、三宅市の田原藩邸があったことから名付けられた。ただし、半島ということもあり、慢性的に水不足に苦しみ、さらに強風と地味の悪いこともあって農業は振るわず、田原藩は、経済的には困窮し続けることとなった。 田原藩から出た人物としては、江戸時代後期の代表的画家で、文人でもある渡辺火山が有名である。田原藩の家老として、政務を取った渡辺火山は、優れた政治家でもあり、農学者大倉長常を招いて、農政改革を行い、天保の大飢饉の際には、藩内から一人も合死者を出さないなど優れた行政手腕を発揮し、 田原の一部の人々に今もなお慕われている。江戸時代の福江地区には大垣系の戸田市による陣屋が置かれ、旗村藩の領地であった場所もある。明治以降は養蚕業が盛んとなり、戦前には小さいながら芸者街ができるほどであった。田原町時代には豊橋電機が電気事業を行っていた。戦後は、 唯一の産業であった農業が振るわず、経済的に衰えた。この時期の田原を支えたのは、市北部で産出する石灰岩の採掘であった。しかし1968年に豊川用水が開通、同時に土地改良と高地整理を実施し、さらに商品作物や柿園芸を集中的に行うことにより、 全国有数の大規模近郊農業地帯として発展を遂げた。1953年以後には愛知県が町村合併を推進しており、1954年には人口8000人を超える町村を作ることを目的とする愛知県町村合併計画試案を策定している。1954年10月1日には、 田原町外に加村合併促進協議会が設置され、1955年1月1日に、田原町、神戸村、野田村の一町に村が合併して、新、田原町が発足した。合併促進協議会は、杉山村も加えた一町三村での合併を、念頭に置いていたが、杉山村は、豊橋市との合併か 田原町との合併下で揺れたが、遠州灘に面した六連地区は、田原町、三河湾に面した杉山地区は、豊橋市に分村合併することで合意に達し、1955年4月1日に田原町に編入された。1962年には、三河港が愛知県3番目の重要港湾に指定され、その後は工業用地の整備が進んだ。 その後は、企業誘致を目的とする土地造成が行われ、1969年から埋め立て地に企業が進出、1979年にはトヨタ自動車、田原工場が創業を開始した。第二次産業従事者の流入とともに、人口も増え、田原町の財政は豊かになったことで、公共施設の建て替えや、区画整理などの大型事業の実施が可能となった。 田原町は普通交付税不交付団体であった。2000年12月の合併特例法改正後には、厚見郡の合併論議が加速し、2001年10月2日には、田原町、赤羽町、厚見町の厚見郡三町合併協議会の初会合が行われた。しかし、合併協議会は新自治体の名称や議員定数、議員人気をめぐって揺れ、 2002年7月25日の第13回合併協議会をもって休止された。山頂での合併協議の破綻後には赤羽町と厚見町の町民から住民発議がなされ、2003年2月5日には田原町と赤羽町の二町による第一回合併協議会が開催された。二町の合併議論は順調に進み、2003年8月20日には、 田原町が赤羽町を編入、同時に市政施行して田原市が発足した。愛知県32番目の市である。2003年5月には厚見町の山本道夫町長が病気を理由に辞任した。厚見町長選挙で当選した原光一町長は田原市への編入合併を模索し、2004年5月23日に厚見町で行われた。 住民投票でも63%が編入合併に賛成した。同年8月16日には田原市厚見町による第1回合併協議会が開催され、2005年10月1日に田原市が厚見町を編入した。2005年度までは東三河地方で唯一の普通交付税不交付団体だったが、 厚み町編入後の2006年度の財政力指数は1.20であり、普通交付税交付団体となった。2018年度当初予算案会外,外2005年に開催された2005年日本国際博覧会では、1市町村一国フレンドシップ事業が行われた。名古屋市を除く愛知県内の市町村が120の万博公式参加国を フレンドシップ相手国として迎え入れた。国内田原警察署田原市消防署、厚見病院田原市中央図書館田原郵便局、田原市総合体育館農業伝承菊の温室1968年に豊川用水が通水したことで、厚見半島は全国屈指の農業地域となった。東三河地方は、路地栽培の野菜や、施設園芸作物で、 全国屈指の産地であり、中京圏、首都圏、関西圏など全国各地に出荷されている。農業は温暖な気候を生かして、野菜、果物、花などの近郊園芸農業が盛んである。野菜は、キャベツ白菜などを生産し、キャベツは、田原市と豊橋市が、全国屈指の産地となっている。ブロッコリーの生産校は、日本一で、伝承菊、バラ、 カーネーション、鉢物の栽培も盛んである。豊橋市と合わせて、特産品にあさりせんべいがある。昭和7年頃から栽培されている、アールスメロンは、愛知伝統野菜に指定されている2006年の、農業産出額は724億円であり、愛知県全体の3109億円の23.3%を、占めていた。 2014年は813億円、2015年は820億円、2016年は853億円であり、市町村別農業産出額においては3年連続で全国1位となった。工業三河港臨海工業地帯田原地区1964年に、東三河工業整備特別地域が指定され、三河湾岸に参加工臨海工業地帯田原地区が、 開発された。1979年1月にはトヨタ自動車、田原工場が生産を開始した。2011年には車両を32万2000台、エンジンを27万7000機を生産した。田原工場の主な生産品目は、LS、イズ、ランドクルーザープラド、ラブ4である。また、2009年11月には、 東京製鉄田原工場が進出、創業開始した。田原町、田原市の製造品出荷額等は、1955年に21億円、1965年に61億円だったが、三河港臨海工業地帯の開発とともに、急増した。1975年に285億円となり、1985年には、 愛知県第11位の6598億円、1990年には1兆円を超えて愛知県第5位となった。1996年には豊田市と名古屋市に次ぐ愛知県第3位となり、2004年には1兆26億円で愛知県第3位、全国第13位となっている。2005年の製造品出荷額等は愛知県の自治体として 第3位の2兆29億円であり、その大半を、輸送機械製造業が占めていた。2014年の製造品出荷額等は2兆536億3572万円であり、愛知県3位、全国17位だった。2017年の製造品出荷額等は1兆7769億円であり、豊田市、名古屋市、 安城市、岡崎市に次いで、愛知県第5位だった。商業セントファーレ愛知県、立成省高等学校愛知県立厚見農業、高等学校愛知県立福江高等学校田原市、に、大学のキャンパスは存在しないが、愛知教育大学の伊ラゴ臨海、教育実験実習施設がある。豊橋鉄道厚見線三河田原駅中心となる駅。 三河田原駅愛知県の市では、長久手市とともに JR と名鉄の両方が全く通らない市でもある。高速バス路線バス、田原市グルリンバス1980年代後半までは、三河田原駅から田原市内の各集落を連結する民営バスもあったものの不採算から廃止された。交通空白地帯となった地区の交通確保のため、2002年からは、 市の委託運営による、コミュニティバス、田原市グルリンバスが走っているが2015年頃から、利用者の減少に伴ってか、市内中心部以外では、田原市グルリンミニバスが運行されている。国道太平洋側に国道42号、三河湾側に国道259号が走っており、両者は、イラゴ岬で合流している。 剣道道の駅厚見半島祭の花祭り1から3月には厚見半島祭の花祭り、5月にはタコ祭り、9月には田原祭りが開催される。4月のイラゴ神社のお衣祭りは伊勢神宮との古くからの関係があり、たくさんの人が集まる。厚見半島田、原ブランド、田原氏が認定する地域の資源や特性を生かした優れた産品。 2017年時点で91品目認定されている。ありがとうございます。